ったら絶対失敗するって分かってるから、ノータッチでアイロンしたらね、いい感じになるね。そう、お風呂はね、もうなんか外出してて、外で撮って、お仕事とかプライベートで普通に外出て帰ってきて、もう外出へんって分かった時点ですぐにお風呂入るタイプで、じゃないとベッドの上に絶対にお風呂入った後じゃないと乗りたくないタイプで、メイクしてないよ、すっぴんよ、携帯置きたいな、ここ置いたらダメかな、うわ倒れそう、やめとこ、立った、イエイ、あ、そう、リップだけな、塗ったの、そうだからね、もうすぐに外出ないって分かった瞬間にシャワー浴びて、パジャマ着て、なんかでもこのお風呂上がり、なんかなんだろう、ベッドに入るのが、お風呂入った後、お風呂入らなくても別にベッド入れるっていう人といろいろあるけど、あ、ごめんなさいごめんなさい、これは昨日と GU のパジャマです。何も映らなかったっしょ、パジャマしか映ってないから大丈夫ちゃんと服着てるので、アイロンもせずドライヤー当てただけなので、今ね、なんか初めてのお使いを見ながら配信しています。かわいい、ちっちゃい子が、いや全然だよ、スピン、もうスピンもブスだよ。でもなんかやっぱ配信、あ、リップついた配信見に来れる時間帯ってやっぱり夜の方が多いから、夕方もう家帰ったらすぐお風呂入りたいから、自動的にすっぴんでしかできんくなっちゃう。長い前髪がやだな、切りたい、ねえ、めっちゃ目に入んねんこれが、だから目の調子悪いんかな最近。でもすっぴんだと眉毛ないか、眉毛がないので、めっちゃ不機嫌。うわ美味しそう、懐かしいな、昔中学生かな、小学生の時にランチパックっていうパンをよく食べとった。チカの一番好きな味はハム&マヨネーズやったかな、ピンク色のパッケージのやつが好きやったと、卵が好きやったかな。最近なんか久しぶりにそのパン売り場のとこ見たら、めちゃくちゃなんか味が増えてて、じゃあみんなの好きな味は何ですか、ランチパの、いっぱい味あるよな。そう、飽きひんねんな、しかもなんかホットサンドみたいな感じやな、ホットサンドの揚げてないバージョン、焼いてないバージョンやけど、焼いてもまた美味しいよね。
あ、ツナ食べとった昔。焼きそば食べたことない。いいね、メンチカツがっつり。卵、卵も、あ、卵ピーナッツが好きかも。卵パン、ピーナッツ、パーナッツってやつしてた。卵ピーナッツ、ハム&マヨが好き。やった。なあ、ピーナッツいいよね。ちか、ピーナッツ好きやねんな。食パンにトーストしたらバターも美味しいけど、ピーナッツもね、好きなんだよな。ブルーベリークリーム食べたことないな。なんかさ、ああいう2つあるやつってさ、甘いのとしょっぱいのが食べたくならん？ちょっと贅沢やけど。でもさ、2つ入ってるからさ、その1袋で2つか、甘いのとしょっぱいの買っちゃうと4枚計になっちゃうから、それは多いからね。でも何年も食べてへんかも。食べたいな、久しぶりに。分けよう前髪。やっぱり1年に150種類発売されてるらしいよ。やばー。握手会の音もそれやねんて。すごい。何味があんねやろ他に。調べてみよう。もう一個の携帯をつけようと。ちょっと置こう。珍しい画角にするよ。倒れそう。足汗みたいな言い方した。調べます。最近ね、模様替えをしましてですね、お家の。調べます。待て、電波が。あー、この携帯で調べないです。事故に気をつけて。大丈夫よ、そんな映ってもやばいものはないので。今別に、あ、危な。なんかいい角度ないかな。斜めになってる。どうやったらいいんだ。あ、分かった。このクッションがあかんのか。どうやろうかしら。ちょっと待ってね。ああ、なんか。DIY する今から。あ、いいんじゃないこれ。あ、でも無理。普通に座ったら映らんやん。あっつ。ちなみにはしごに乗せてる。映らへん。こうやったら映る。もうちょっと高さが必要やねんな、これは。あ、どうよ、いやこれならいいんじゃない。うわ、めっちゃベストポジション。ここやったらさ、ちょっとポップコーン持ちながらさ、ポップコーン持ちながら映画見れそう、こうやって。でもな、超遠いねんけど見える。コメント、いや寝れるよねこれ。酔ってます。全然酔ってません。通常運転です、これ。あのショールーム一人配信。
顔効果。お風呂上がりやったらさ、めちゃくちゃ顔をこうやって触れる。メイクしとったら触れへんからね。今日セクシーやって。嘘やん、全然変わらんくない、いつもと。買いにクロワッサン専門店できたの。パン食べたい、パン食べたい、パン食べたい。でも今パンね、クロワッサン冷凍してる。パンのいいところは冷凍できるところかな。解凍してチンってすればすぐ食べれちゃう。あったかい、なんか買いたてはトーストの方が美味しいけど、冷凍しとったら電子レンジでも十分なことに気づいて。なんかバイヤーさんもいろいろやんな。電子レンジで温めてくれるところもあれば、トースターでし温めてくれるところもあるし。パンはねほぼほぼ冷凍できるねんな。確かクロワッサンもね冷凍できるよ。美味しいよねパン。毎日近づいたらこうなる。いやー冷凍が大活躍です。まあ確かに、でもなんかパンの質が落ちるとは言うけど、なんかそんなに舌がいい舌じゃないので、良くも悪くもいい舌じゃないから、なんどんなパンでも何食べても美味しいと思っちゃうから。すごいね、ありがたい味覚をしております。ハッシュタグみたいな撮ろうかな。テロップや、間違えた。こうしよう。何でも食べるよ。ちょっと魚だけ苦手やけど。湿った感じとかしんかな。冷凍した冷凍したパンを食べるときは前日から解凍で冷蔵に入れて、食べる直前にトースターで20秒30秒ぐらい、あ違う、電子レンジだ、電子レンジで20秒30秒ほど温めたらもうねめちゃくちゃぬくぬくで美味しいね。クロワッサン、なんか最近クロワッサンが好きだな。クロワッサン美味しいよね。何がパン、なんか好きなパン何ですかって言われたらちょっと悩んじゃうかも。パン屋さん行ったらもうめちゃくちゃ買って冷凍できるやつ、すぐ食べなあかんやつで分けて買うかな。だってクロワッサンも好きだし、何買うかな。チーズ系のパンもめっちゃ好きだし、何買おうかなと。パンか、あバターロールはもう買わんの。
番ないもの。サンドイッチあんま食べへんかも、言われたら。あ、フランスパンとかバケットとかも好き、硬いパンも好き、歯ごたえがあるっていうね。クイニーアーマーは変わんない、一回食べてもういいやって、なんか満腹感も得ちゃうから、それ一個だけでなんかもうお腹いっぱいになるから、もったいなくて買わんくなったかも。カレーパンね、カレーパンもね半分でいいんだよな、半分揚げたてですって言われたらちょっと買うの買っちゃうかも。あ、なんかアップルパイは違うか、パンじゃないか。塩パン好きです、一緒です、塩パンが一番好きです、一緒だ。塩パンが一番好き、塩パンクロワッサン。あと甘いもの系何が好きかな、揚げパンも好きやけど、揚げパンもなんかお腹いっぱいになっちゃうからな。なんか悩むな、そう言われたら分からへんかも。甘い系も買うよ。今ねパンについて語ってる。カレーパンも美味しいよね。メロンパンでも最近買わなくなったかな。あ、クリームくるみパンのクリームチーズ入ってるの、しかもなんか食べたことあんねんけど、めちゃくちゃ美味しかった。チーズ系でも買いがちかも。まあいろいろありますね、パンには。でもちょっと憧れはティファニーで朝食をのオードリーみたいに、ティファニーの前でクロワッサンとコーヒー片手に歩きたいってのは夢あるな。多分そっからクロワッサン気になりだした気がする。ちゃんと映画に影響されるので。あー、チョココロね、サンマルクのチョココロね、美味しくない、めっちゃ好きやねんけど。パンって罪よね、罪です。あとフランスとかで紙袋に、魔女の宅急便みたいな紙袋にフランスパンとか入れて、こういう風に抱えながら歩きたい。いや、パンはさ、空気みたいやのにしっかり丸くなるような、ご飯と、まあご飯もなるけど。うわー、パンか、パンいいよね。でも最近ね、パン高くなった。なんか見てて高いなーと思う。いや、モーニング部もね全然行けてない、行きたいな、そろそろ。なんか考えてる風に見せて全然何も考えてない近づいてさ見た方がさ、みんな顔見れるからそっちの方がいいやろうけど、近づいてるとなんか腕が疲れちゃうめっちゃわがままね、ダフィー。寝ないで、寝ないよ全然ね。
君そろそろ天日干ししないとダメだね。これ洗濯できるのかな人形。かわいい。お使いしてるよ。お使いしたかったな。なんかあんな風に。今でも好き。お使い。お使い買い出し。かわいい。いいな、お使いか。まあ、何事も経験が大事ですよね。お使いあんましたことないかも。お使いするなら一緒にもうお母さんとかおばあちゃんとかお父さんとかと一緒に行ってた。寝るぐるみ持ってるちかちゃん初めて。確かにめちゃくちゃぬいぐるみあんねん、お布団。実はこう見えて、珍しいアングルでしょ。そうなんです。 DIY というものをして。 DIY って何の略なんだ今思えば。でっD、 できる私。いやめっちゃ日本語絶対違う。ダイレクト違う。 DIY え、Do it yourself。 え、初めて知った。初めて知ってんけど。え、私あなた自身でできるってこと。あなた自身でできるってこと。初めて知った、ほんまに。え、自分でも、え、どういうことだ。自分でできるってこと。え、ほんまに初めて知ったもん。てか DIY 自体さ、最近じゃないの。なんか流行りだしたの1年前ぐらいか。でさ、流行りが遅れてやってくる性格で、多分 DIY も1年経ってきたわ。え、昔からあんの。めちゃめちゃ初めて知った。めっちゃ言われねえけど、パジャマですよ。パジャマの紹介しよう。 GU のなんかタオル生地のパジャマで、タオル生地のパジャマで、なんだっけな、色がトマト、トマトってついてた気がする。トマトなんとかってやつで、でズボンはまあハーフパンツなんやけど、短パンではなくて膝上ぐらいまでの丈で、短すぎず長すぎずっていうね、長さで。そう、肌触りがいいねんな。なんかサテン生地のパジャマも好きで持っとってんけど、なんか回ってタオル生地が一番なんか肌触りがいいなっていうのを思って、これに買って、いくらやったかな、1キュッパか2キュッパぐらいで安くて買いました。ほんまはミント、なんかピスタチオカラーみたいなミントの色が欲しかったんけど、なんか売り切れとったんかな、サイズがなかったのか。それで、あ、じゃあピンクにしようと思って、同じパジャマ買っていい、もちろんお揃い大歓迎です。せやねん、ピスタチオが売り切れとってトマトにしちゃった。でも最近ね、かぼちゃが好き。ピスタチオももちろん好きやけど、かぼちゃがね、なんかまあ季節の旬の野菜っていうのもあって、かぼちゃが好きですねっていうパジャマです。何でも好きだな。そう、グラタンが美味しくて、かぼちゃで作ったグラタンが想像以上に美味しくて、パンプキン
引き肉を買えないんだって。合いびきってそんな難しいよな。しかもさ、鶏豚牛合いびきもいっぱいあるしね。また分かんないよね。かわいい。そう、ぬいぐるみあんま持たんもね。実は今ね、初めてのお使いを見ております。鶏のでも合いびき肉も美味しいねんね。実は牛と豚も美味しいねんけど。かわいいかわいい。ちっちゃい子。なんか最近鶏のね合いびき肉を食べて、何と食べたんだあれは。かぼちゃと普通に食べたかな。美味しかった。めっちゃ可愛い。お母さん心配よね。2歳でさ、2歳ってあんな喋れんのよ。もうすごいね。なんかもう見た目で分からん年齢が。泣きながらニコッと。微笑んでくれた。名前覚えたばかりの同じ制服の友よ。ちゃんってすごいよね。ちゃんとお兄ちゃんになるもんね。お兄ちゃんお姉ちゃんか、そういう人間の本能なんかな。ねえ、公演再開するよ。楽しみ。みんなに会える、会える早く。全然会えなかったから。お肉屋さんだ。お肉屋さん楽しいよね、見てて。あどうしても合いびき肉が買えないっていう。かわいい。合いびき肉買わなあかんのに、お店まで行ったらハンバーグくださいって言っちゃうんだって。かわいい。めちゃくちゃ可愛いけど大変だな、ママも。あれは、あ、そういえばみんなの手元にうちは13周年のグッズが届いてるみたいで、ツイッターの方で届いたよっていう報告を見かけたらいいねを押しとってんけど、うちわが届いたみたいでよかった。みんなそれぞれがメンバーデザインのうちわで、うちわをさデザインするなんて今までになかったからさ、めちゃくちゃ悩んで、なんかファンの人が作ったうちわのなんかデザインとかを参考にしながら
考えました。こちらこそ嬉しかったです、みんなの見て。次はなんだ、生誕 T シャツかな、届くの。あら、うちは売り切れって書いてあったって。嬉しいけど寂しいけど嬉しいけど寂しいなんかまたでゲットできる機会があればぜひゲットしてください、売り切れる前に。可愛いデザインにしたかな。ぜひぜひ劇場公演だったりイベントでフリフリしてください。しかもじゃあゲットできたらここでお披露目会しよう。確かにオフィシャルの公演のうちは久しぶりやね。なんか前回はなんか夏の浴衣のやつとか、あとは、S のさ S 推しのうちわもあったもんね、確か。そう、生誕 T シャツはトーク会でみんなでお揃いします。11月にやるのでみんなの着こなしが楽しみだぜって言ってもT シャツは決まってるから、ボトムスとスニーカーとかしかないけど、キャップとか。切れますように、11月。プレッシャーやって全然好きな格好できてください。ジャージでもいいし、バチバチ決めてもらってもいいし。あ、そうそう、10月末のあの特会、まあドライチでお揃いしようよってなったので、みんなで3人で仮装する予定です。何があるかな、3人で仮装となると。3人で仮装、3人で1組のさ仮装とかあんのかな。てか団子三兄弟3匹の子豚、しかもそれしか思いつかんかったよな、かわいいよね。なんだろうな、さ三つ子ちゃん的なやつやんね、言うたら。なんかみんなの案を教えてもらう、三つ子的なの。犬、猿、キジ白雪姫の姉さん浦島太郎。あれは、あ、犬、猿、キジってあるか。桃太郎、お姫様とかも可愛いね。可愛いのがいい可愛いのがいいな。可愛いよ、もちろん。犬、猿、キジ、ミニオンとか絶対可愛いじゃん。ボブ、スチュワート、あれ一人なんだ、もう一人なんだ。みんなでさ、オーバーオール着て黄色いトップス着てさ、帽子かぶったらもうミニオンじゃん。
そうだ。難しいよね。じゃあちょっと皆さん、みんながいいなんかコスプレ、まあ仮装か三つ子ちゃんっぽいやつがあればぜひこちらまでお願いします。どこかしらで教えて、こそっと教えてください、これいいんじゃないって。意外と難しいよね。何でもいいんやろうけども、ちょっと考えると難しいよね。じゃあ後日宿題で。難しい。なんかお揃いの T シャツとかさ、お揃いのもの多いけど、仮装となるとまた別やもんね。3人1セットみたいな感じでいいのがあったら教えてください。なんと続きが今あって、あっ、ちっちゃかった子たちが今7年後経って、今は現在はっていうのでどうなってるの。あ、早いですね成長。かっこいいよお兄ちゃん、小学生3歳4歳ぐらいから。弟くんみたい。かわいい。へえ。お兄ちゃん抜かされてる弟くんに。すごい。いやなんか今ならわかるわ。近所のおじさん、おっちゃん、おっちゃんとかによく久しぶりにやったら大きくなったねって言われてた気持ちがわかるな。早いわ成長が。9時になったら9時まで配信します。急に目の前に来る。あ、部活の時の服、それぞれの。なおだったら陸上を、ゆきちゃんテニス、剣道あるかな、道着一回来ちゃったけどっていうのも面白いよね。仮装になるのかな、なんやろな、それはあの頃の自分。いや持ってないだろうな。てなおとか絶対陸上なんて体操服やもんな、そう思えば。ああ妖精か、かわいいよね。ピンク黄緑青か、あピンク違う、ピンク、なおが緑で、ゆきちゃん青色決まりました。色は勝手に多分くじ引きで組めると思うけど、そういうのって全然荷物が多くなるとか気にしんしんよ。なんならキャリーとかで行くし、そんなね気にしません、荷物なんて。みんなのため思ったら。あーちょっと調べたいけど今電波が悪いこの携帯。後日ですね。え、あれから10年経ったの。お、え、長崎の強豪創成館高校へ2年生として入学。
楽しみに10月のトーク会を。めちゃめちゃボソボソ。楽しみにしててね。最近さ、なんか今までテレビを見とったらさ、自分の方が年下でテレビに出てるスポーツ選手の方たちが年上っていうのがさ当たり前やったけど、最近はさどんどん年下の子が活躍してる場が増えて、なんか年齢感じた。こんな時代がついに来てしまったんやって思い始めてきて切なくなった。いや実感しまする。今まで見とって全然自分より上やとかいうふうに余裕やったけど、焦ってきた。え、こんな若い子がこんな頑張ってんのってなる。なんか大人になったなって思うよね、その瞬間に。そうやって大人になっていくんだな。まあ自分がこうグループに入って先輩になってきたのと同じような感覚やけど、っていうちょっと今しんみりしましたっていうお話でした。地下にはみんなが甘えれる存在がねまだまだいるっていうのは嬉しいです。みんなはいなくならへんから。いや若いんよね、みんなも若いんだよ。若いってか年いったとかももはや境界線ないと思うな。みんなさ、いつまでたっても子供心を忘れずに。あと5分か、9時で。明日日曜日でござります。みんなは何をするんですか、一日。みんなの明日のご予定は？お家で過ごす。明日お天気悪いみたいやしね。スーパーに行くっていいですね。うわ、お魚釣り。表参道に行くっておしゃれ。ドライブ、競馬。YouTube 見る。いいねいいね。ダラダラいいね。ダラダラ日曜日もいいね。DMM 見ます。え、富士山の山をお家から眺める？なんて素敵なんだ。片付けするって、片付けって終わらんよな、一生終わらんと思う。わ、電子レンジ買い替えるって。うわ、近も買い替えたい。ずっと一緒、近くのあの電子レンジ SKE 名古屋に来た時からずっと同じの使ってる。うわ、銭湯行きたい。
明日の予定はあるんですが、ちょっと終わった後に言います終わった後に今日はしましたって言います。けど久々にあの人に会えるから楽しみなんでござります。明日もね、多分夜にショールーム配信できそうなので、多分メイビーやねんけど、明日またじゃあ報告しよう。明日の一日報告会しましょう。お出かけではないですね。予定はもう決まってるねんけど、まあ、お仕事ですね。関係ないもんね土日。でもどちらかというと、ちか土日休みより平日休みの方が嬉しいかもな。かぶらへん方が。まあでも確かにお店とか定休日かぶっちゃう時あるけど、人手が少ない方が好き。ほんまに人が少ない、なんか混むの、なんか並ぶの好き、なんか好きやねんけど、なんか矛盾がすごいねんけど、楽しみがあると思ったら並ぶの大好きやけど、極力人が少ない時になんかお出かけしたいので。だから最近ほんまにさ、曜日感覚なくて、一昨日か秋の日だっけ、秋分の日かで休みやったの知らんくて、夕方夜になってやっと、あ今日えなんか休みなんやっていうの初めて知って。っていうのがあったの。日曜日感覚がほんまになくなるから。いや初詣もね、わかる。なんかやっぱさ、初日の出とかさ、あと0時ぴったりにさ、なんかその初詣とか行きたいけどさ、もうやばいんよね人が。だから行くならもうほんまに人が少ない、なんか今行くっていうタイミングに行くかも。なんかいつがこんなんか空いてるとか分からんけど、っていうですね感じですね。お久しぶりの近くなります。みんな弾丸配信見に来てくれてありがとうね。優しいなみんな。なんでありがとうって言われる優しさ。こんなすっぴんボサボサ配信見に来てくれてありがとうまた明日も配信する予定なので見に来てください。おそらく夜更かししいやーってやりたいけど、なんか最近暗いとこで目見すぎて、なんか目が疲れてきたので、あんまり暗いとこで見ないように。みんなも画面の見すぎには注意してください。明日は日曜日なので、ゆっくり休める人は休んで、そしてまだお仕事あるかもって人は頑張ってて、メールも待っててください。送ります。バイバイ。ネイル綺麗って言われたら見て、めっちゃ伸びてんねんで。実は言うけど変えないとわかんねんけど、なんかネイルしてくださったお姉さんが上手で、なんか取れそうで取れへん絶妙なラインをね言ってるねんな。みんなおやすみー。しょうげないでベイベイ初めてのお使い見とったからバイバイ、おやすみ。